1990年代の前半なんですが、上智大学の教授だった岩田さんは日銀の幹部、沖縄氏らと日銀は世の中のお金をコントロールできるのかというマネーサプライ論争を繰り広げていたということなんです。でこの論争に短期では難しいけれども長期では可能という裁定を下して仲裁したのが当時東大助教授だった上田さんだったということなんですが、岩田さん、上田さんとは同じ経済学者ということで、うん、過去にも接点があるということなんですが、うん、どういった印象を持っていらっしゃいますか。まあ、この時のマネーサプライ論争というのは、はい、まあ、沖縄さんが日銀にはコントロールする力がないと、はい、で私は日銀から出るお金をマネタリーベースっていうんですけども、はい、それをコントロールすることによってマネーサプライは、うん、コントロールできるんだという立場 で、はい、でむしろ私はデフレになることをもうすでに恐れていましたので、なるほど、金利政策ではなくて量的緩和にするっていう方に私は言ってたから、はい、量であるマネタリーベースあるいはマネーサプライのことをコントロールすべきだと言ってたんですけど、はい、まあ、それを日銀理論と私呼んで言ってたのが沖縄さんが日銀理論を持っていて、はい、日銀理論というのは昔からそういうのは日本銀行にはコントロールできないんだという意見だったということ で、はい、でそこでという結果という雑誌ですけど、という、そこでもって論争して、そこでいろんな人がこう入ってきて、はい、意見を言って、その中に、上田さんが裁定者として出てきて、まあ、喧嘩両政策じゃないけど、はい、それで、まあ、それを裁くと。うん、んで、今言ったんで、まあ、短期は難しいけど、長期は可能というよりも、もうちょっとちょっと違って、短期は、不可能だけど、中長期では、可能だという岩田氏の意見にも一理あるっていう感じなんで、なるほど、どっちかというとやっぱり沖縄寄りだ、山寄りだっていう私は印象で、コントロールできないという方によって一理あるぐらいですからね、ですから十分っていう感じはしなくて、はい、うん、そういう意味で、なんていうんですかね、足して2で割るよりも2よりもちょっとそういう割り方はちょっと違うんですけど、はい、そういう私は印象を受けてっていうのは、マネタリーベースっていう今やってるのは日銀がマネタリーベースを今コントロールしてるんで、コントロールできてるんですよね、はい、ちゃんとできてるんじゃないかっていう私は今でも思ってるんで、なるほど、経済学としたらコントロールできると言うべきだったんで、長期も短期もできるんだというのは正しい正解だと私は思うんで、なるほど、まあ、その時の裁定は不満に思っておりました、はい、ただその時その岩田さん の、 も考え方そのものに反対であっても、まあ、全てじゃあそれは違いますよと頭ごなしに言うのではない、そうですね、その正確な方だとは思います、はい、まあ、そのあたりのこうバランス感覚というのがどういうふうにこれから出てくるのかというところも、私と違ってバランス感覚がある方です、いやいやいや、はい、それで日銀の総裁、今回上田さんと